ちょっと、座ってもらえます?あ、はい。はい、取ります。あなたにぴったりの理想の彼氏を無料でご紹介します。まあ、よくあるあれですよね。私いいです。当社はそのような会社とは全く違います。次世代を担う画期的なシステムで必ずご満足いただけます。いいです。帰ります。人生を変えるのに必要なのは一歩踏み出す勇気だよ。あなたは理想の彼氏をお望みです。違いますか?理想の彼氏?理想の彼氏は1、すごくやきもち焼き、2、ちょっとやきもち焼き、3、やきもち焼きではない、4、冷たい。理想の彼氏の頭は1、いい、2、悪い、3、普通、4、不問。理想の彼氏のエッチ度は1、すごくエッチ、2、ちょっとエッチ、3、エッチに興味なし、4、エッチを嫌っている。理想の彼氏の笑顔は1爽やか、2クール、3あまり見せない、4不気味。理想の彼氏の信頼度は1頼りになる、2頼りにならない、3普通、4ダメ人間。理想の彼氏の男らしさは1ちゃんと叱ってくれる、2何でも許してくれる、3普通、4女っぽい。理想の彼氏の親切度は1親切、2ちょっと親切、3普通、4不親切。理想の彼氏の喧嘩は1強い、2弱い、3普通、4不問。理想の彼氏の体型は1マッチョ、2ガリガリ、3モデル、4一般的。最後にご希望があればご自由にご記入ください。あなたの理想の外見をこちらからお選びください。そうだな、強いて言うならこれかな。これであなたの人生は変わりました。はあ。伊沢さん。あ、何よこんな雑っぱなから。はい。あ、伊沢リーコさんですよね。お届け物です。どちら様ですか？お忘れですか？あなたの人生を変えた男です。あ、その説はどうもありがとうございました。商品はご覧になりました？こんなの頼んでませんけど、何なんですか？どうぞ開けてみてください。中身は永遠の愛です。このマネキンみたいな。お客様の理想の彼氏です。理想の彼氏？当社が開発中の新商品ナイトシリーズの01型です。まあ簡単に言うと恋人型ロボットね。ロボット？先日契約なさいましたよね。だけどあなたが理想の恋人を紹介するって言うから。ですから理想の恋人です。ロボットの。ロボットのって？お客様のご希望通りの性格オプションをプログラム済みですので、心ゆくまで楽しんで。待ってください。こんな。ロボット？まずはキスをして起動させましょう。キス？いや、ありえないって。
間みたい。じゃん。あ、遅刻。初めまして、彼女。え？あ、ロボット。クローズ M 社の波切りですが、初期メンテナンスにお伺いしました。ああ、すぐ終わりますから。そんなことより、これなんで動いてるんですか？動力は電気。自家発電による自動充電機能を搭載してるんで、電気代はかからないよ。信じられない。本当にロボットなんて。修理完了しました。あのね、乱暴に扱わないで。精密機器だから。はい。5日間は無料お試し期間です。じゃあ、あとはお若い2人で、まあ楽しんで。困ります。だいたいここ同棲禁止だし。同棲？ご冗談を。ただの家電製品です。家電製品？見た目が人間らしいので勘違いされる気持ちも分かりますが、ただの優れた家電製品です。お客様は洗濯機ちゃんやテレビ君と同棲してるのですか？いえ。これも同じ、ただの家電製品です。ああ、一つご注意を。当社および当社商品に関し他言されますと違約金が発生しますので、くれぐれもご内密に。ご内密にって、ちょっと待ってください。二人にしたい。どう？似合ってる？似合ってるわけないじゃん。彼女名前は？来ないで。伊沢リーコですけど。伊沢リーコ、可愛い名前だね。よろしくリーコ。来ないで。リーコってすっごく可愛い。俺超タイプ。ありえないんですけど。この道まっすぐ行くと公園があるから、そこで寝て。リーコ公園好きなんだ。一緒に行こう。行くのは君だけ、ね。なんで？一緒に夜のデートしようよ。リーコ、中入れてよ。
リコ大丈夫？入ってこないでよ。うるさいわよ。何やってんの？まずい。ほら、早く入って。もう早く。隠れて。ドア壊れてるじゃない。ああ、なんか引っ張ったら取れちゃって。はい。ねえリーコ、エッチしようよ。もう中に入ってよ。絶対しません。絶対出てこないで。あんたはトイレで寝て。分かった。おやすみ。リーコ愛してるよ。うわ、もう勘弁してよ。悪夢だよ。